東名高速道路の三ヶ日ジャンクション三ヶ日ジャンクションは静岡県浜松市北区三日日町福永にある東名高速道路及び新東名高速道路稲佐連絡ラクロのジャンクションである新東名高速道路御殿場 JCT から三日日ジャンクションは2012年初夏開通を目指します道路名称とインターチェンジなどの名称も決定しました中日本高速道路 2017年1月31日閲覧。道路名称、新東名高速道路、中日本高速道路、2017年1月31日閲覧。4月14日に、新東名高速道路5点場 JCT から、3日ビジャンクションが開通します。中日本高速道路、2017年1月31日閲覧。ただし、現在のところ未開通区間があるため、 途中一般道を経由することになる。ジャンクションの道路標識を改良しました。東名高速道路三日,日日 j c t ネクスコ中日本コーポレートサイト浜松さんが日、豊橋道路、第2回計画段階評価国土交通省中部、地方整備局道路部。ありがとうございます。